やーギャーギャー、どうもギャインです。よろしくお願いします。ギャチャンネルです。コンティアギャチャンネルでございますが、はいはい、今日は何をするかと言いますと、はい、我々2人がですね、はい、未来予想をするということでございます。さあ何をやるかっていうことですよね、うん、題材。じゃあトランプを切って、うん、何持ってるか、一番初めに何が出るかマークだったら4分の1だからね。じゃあさ2分の1から上げてく、1から4分の1、8分の1とか分かんないよ、だんだん上げてく確率を。だから赤か黒かでいこう。まず自分切るよ。はい、じゃあこれちょっと待って2分の1、これ同じでもいいですよ、宇藤さん。うん、あーこれは黒だね。僕黒、黒、黒、あ黒、うん、まあまあまあ行きましょう。はい、赤です。やっぱダメか、2分の1がもう合ってないんだもん、うん、次行こうよ。次2分の1で1回当たってから行きます、うん、次その赤が黒かで、赤黒だね、黒2分の1が続くわけじゃない、うん、黒、うん、宇藤さん正解ありがとうございます。じゃあ宇藤さんこれ次は、うん、マーク、宇藤さんもう、もう宇藤さんの権利です。これだんだんいきますから。なんでお互いにやらない。いやいやいや、もうだって俺はここの権利がないもん。もう次のマーク何ですか。あ、クローバー、黒が続いてさらにクローバー、そうそうそう、いきましょう。はい、赤ちょっと待って、俺たちを諦めないでくれ、みんな。せめて最後まで行きたいね。それはやっぱりだんだんがいいんですか。だんだんのがなんか思ってね、2分の1を変えてもいいよ、うん、あのハイアンドローにする。俺もうこれ2のダイヤだお前やめろよやめろよ、うん、もう見えちゃうんだよ。じゃあ俺ハイで、あなたローだね。おぉ、あの台だったか。なんでにしまわないんだよ。なんであんまりリアクションしねえのも嫌なんだよ、うん、なんなのお前。パッと見えるのよこう。いやここマークまで行ったらおっとなるぜ、うん、さんお願い。クローバちょっとトイレ行ってこようかな。え、怖っ、来たよおい。これだから本当の確率で言うと、え、どれぐらい、結構な確率だぜ。次は柄と奇数か偶数かでいきましょうか。はい、じゃあ行きましょう。次の柄は何ですか。出てくるのはもうあのスペードの1だよね。だからじゃあスペードですね。スペードのスペードで奇数、スペードの奇数、うん、いやこれ当たったら超怖い。どうしよう、そっちに見せるね。せーの、え、当たってる。うわ、当たり前みたいな。いやまあでも1じゃなかったからね。むしろ外したことを悔やんでんの。そう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 、やべえやついた。いや全然だってこんなの簡単です。はあ、だからこう浮かんでくる。すげえ、次4つ目、16分の、うん、もう数字ピンポイント、数字ピンポイントでいいわ。13分の1だけどな。彼は今来てるから。これ俺数字ピンポイントで当てたら超怖いよ。本当。じゃあ12だね。お前何、全然想像つかない。F だ。もう9っていうあの違う。めちゃくちゃかっこいい。もうここで山場だよこれ。これ以上ない。いくよ。うん、みんなに見せるよ。いくよ。全然違うよ。凡人が
期待させやがって偶然やないかよいや、そういうものさキャイン。じゃあサイコロはどうしよう。1個であのこと予想しましょう。うっこ、まず1個でいこうか、うん、じゃあハイアンドローいきましょう。せーの、ロー。はいはい、ロー。はいだ6。もう乗ってる、もう怖い。いや、もうピンポイントで1から6の数字。これ1だね。6分の1の確率でこのダイスは一体1を出すかどうか、いってみましょう。おお、怖い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 。おお、いや、もうお前もうやだよ俺、怖っ。いらねえ運いっぱい使ってる。なんでわかる。なんでだよお前。これ出てくる。めちゃくちゃ出てくる。うん、赤いのが見えたの。赤い丸が。赤っつったらもう、あ、だって1しかないよな、赤って。もう一回言ってみるか。もう一回数字当てにしましょうか。じゃあもう一回数字いきましょう。5だね、5。いくよ。あ、正面は5だけど、これ上は4だ。なんだこれ。なんかもっと外してくんないとさ、ここ5が見えてんだよ。おっと思っちゃって、リアクションもなんか中途半端な。何やってんだよお前。なんでさ、そんなにこの落差があるの。俺に対して期待してんだって。それだけ。そんな無理さ、そんな。いやでもすごい、でもすごくない。今の1はすごいよ。もうこれ企画変更だ。あなたのよ、なんか見えるものっていうことになるわね。これここ隠して、うん、出して、うん、お前が勝つように、うん、何連勝できるか。僕がいろいろ喋ってるうちにやりますんで、うん、はい、もう決まりました。出しました。私もう出しております。私に勝つようにじゃんけんを出してください。お願いします。うん、わかりました。はい、お願いします、はい、じゃんけんパーン。ということで結論は未来なんて予測できないという。そういうことだね。結論になりました、はい、だから明日何があるか、今から何があるかなんていうのは誰もわかりません。皆さん夢や希望を持って頑張りましょう。ということで、はい、キャインのティアチャンネル未来予想でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。キャイン、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。